ビーズ TV をご覧の皆さん、こんにちは。この度監督に就任することになりましたオリックスバファローズの森脇です。本当に率直に、責任の重さ、それを感じております。一方では、みんなで協力し合って、いい思いをするために、全員で苦しい思いをしようと、そこに挑戦するんだと、勇猛果敢に挑むんだと、そういう今気持ちが湧き立ってきていることも確かですね。オリックスバファローズのファンの皆様方、には本当に、絶大なる応援をいただきましたが、寂しい、ある意味惨めな思いをさせてしまったなと、強く思っております。心からお詫び申し上げたいと、そのように思います。しかし、選手たちは今目と心を輝かせて、来季こそはという思いを強く持ちながら、いい時間を過ごしております。来年こそは一回り大きくなった選手たちが京セラドームに帰ってきますので、今一度温かい激しいご声援をいただけますよう心からお願い申し上げます。お邪魔にならないようにお二人とか